追い出し猫は、福岡県宮赤市の特産品である。1995年旧若宮町に組織された特産品の委員会が、旧若宮町に伝わる追い出し猫伝説に基づき施策を繰り返してできたものである。縁起物で、普通の招き猫の裏にもう一つの猫がくっついたような、表裏一体の形になっている。一方の側の猫は普通の招き猫と同様、 笑顔で手招きをしており、幸せを招くとされているが、もう一方の側の猫は片手に放棄を持ち起こった顔をしており、放棄で災いを追い出すとされる。起こった顔の側を表に向け、笑顔の側を裏に向ける。1998年に東京で開催された第12回日本全国村おこし展特産品コンテストでは全国商工会連合会会長賞を受賞した。 2012年には、追い出し猫が、宮若市のイメージキャラクターに認定された追い出し猫は、以下の話に基づき誕生した。400年以上昔、宮若市に、西福寺というお寺がありました。そこに住むお嬢さんは、猫を大層可愛がっていた。ある時、その寺に、大ネズミが住み着き、大暴れして、お嬢さんは、とても困っていました。 これを見かねたおしょうさんの飼い猫は何百匹もの仲間の猫を集め、その大ネズミと長い時間戦い、とうとう退治しました。しかし、力尽きた飼い猫や仲間の猫もみんな死んでしまいました。憐れんだおしょうさんは猫塚を作って丁寧に供養しました。現在でもその猫塚は残っており、猫塚公園として整備されている。なお、現在西福寺は、 宮赤市に隣接する宗方市の坂にある。猫塚公園前バステ現在、追い出し猫は、同市の宮赤追い出し猫新公会等が中心となって、生産、販売等の活動を続けている。この全国的に珍しい特産品に、企業も注目し、サンリオが2008年10月、携帯ストラップ、ご当地、キティ宮赤追い出し猫バージョンを発売し、 わずか3ヶ月で4500本売れた。また、不況になったことで、帰って役よけ、笑福の縁起物として人気を博し、2008年度は関連グッズの売上高が過去最高を記録した。このことが2009年5月に西日本新聞の夕刊に掲載、さらにそれがヤフージャパンのトピックスに掲載され、柴叩く間に全国的に広がった。また、 その日のヤフー検索ワードランキングで第2位になった。その他、市内を走る JR 九州バスは、農型線の主要バス停のデザインに、追い出し猫を採用している。また、2002年4月21日旧西福寺敷地に、ある、猫塚周辺を、猫塚公園として、整備、開園し、猫塚の前には、大きな追い出し猫の形をしたバス停がある。 猫塚公園には親子連れや猫好きな人が数多く訪れているが、バス停のみを目的に訪れる人も少なくない。この公園は、同市山口の県道30号線と県道92号線の分岐点にあり、すぐ前を九州自動車道が通過しているが、至って静かな場所である。また、地元有志により記念撮影ができるようにもなっている。 表裏両方の腹の部分はシールを貼るようになっており、表には追い出したいものを、裏には招きたいものを貼ったり書いたりする。なので開店祝いや新築祝い、見舞い品にも人気である。また、受験シーズンには受験生にも人気である。現在、販売されているものには以下のようなものがある。追い出し猫の歩み、宮若追い出し猫、宮若追い出し猫新公会。 2020年10月25日閲覧。宮若市イメージキャラクターの追い出し猫です。宮若ぐる枠。宮若市。2020年10月25日閲覧。不況でモテモテ、追い出し猫グッズ売上過去最高。2009.05。21府西日本新聞2009年5月22日の急上昇ワードランキングヤフー検索ランキング。ありがとうございます。